前世紀のイブラとハーランドは比較しても、そのプレイヤーのタイプで違いますよね。ハーランドはこう直線的に自分のスプリントとか、うん、ダイレクトのゴールを生かす感じで。イブラとどっというと、め作る感じですからね。どっちもでかいけど、そんなヘディングが武器ではないっていうところは似てますけど。あと、キャラクターとしてみんなが注目するみたいな、ナチュラルヒールみたいな空気。実際にはどっちも真面目でね、スティックでみたいな。小川幸輝今後の代表より全然あるんじゃないですかだって、J2 で、 あの選出されたゴンダが大活躍してるじゃないですか、だからそこのね、まあ、なかなかフィールドプレイヤーってね、そういう風になんかこう、あのカテゴリーが低いと森保さんとか呼びにくいけど、小川航基自体がステップアップする可能性もありますしね、だって得点を取ってるでしょ。